カルフーン軍はアメリカ合衆国入りのイ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5089人であり、2000年の5084人から0.1%増加した。軍庁所在地はハーディン村であり、同軍で人口最大の村でもある。カルフーン軍はセントルイス大都市圏のメトロイースト地域に属している。 カルフーン群となった地域には資源の豊富な川の流域に定着したインディアンが住んでいた。その遺跡は考古学的な貴重な情報を与えてくれている。考古学記録では1万年以上にわたってインディアンが居住し続けていたことが示されている。カルフーン群は19世紀にヨーロッパ系アメリカ人が入ってきて、軍としては1825年に組織化された。軍名は アメリカ合衆国副大統領を務めたジョン・カルフーンにちなんで名付けられた。軍南部は深い森に覆われており、1840年代にドイツからの移民が到着して人口が拡大を始めるまで手つかずに置かれた。土地は農作のために払われ、木材が切り出され、通常大きさが200平方フィートある木造の納屋が作られた。これが成功した。 ドイツ人農夫のトレードマークとなった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は283.58平方マイルであり、このうち陸地253.82平方マイル、水域は29.75平方マイルで、水域率は10.49%である。カルフーン軍は、ミシシッピ川とイリノイ川に挟まれた、長さ37マイルの細長い半島であり、 その大半は高くうねった地形である。この丘陵は氷河作用による平滑化がなされなかった。軍への交通はイリノイ川を渡す州営のフェリーに系統で行われている。一つは南部のブラッセルズフェリーであり、もう一つは北部のカンプスビルフェリーである。民営で乗船量の必要なゴールデンイーグルフェリーはミシシッピ川を渡してセントルイス市とをつないでいる。 ハーディン村には、イリノイ川に架かる橋がある。陸路で、北のパイク郡に行くことができる。交通手段が主に川であった時、郡内には多くの農園や果樹園が繁栄していた。現在でも桃の生産では、州内の主要産地であり、他にトウモロコシなどを生産している。ブラッセルズにあるホテルは1847年の開業であり、当時は駅馬車が止まっていた。 カルフーン群は、イリノイ川流域の自然美と、グレート川道路に近いことで、観光客に人気がある。二河川国立野生生物保護区が群内に入っており、ミシシッピ渡り寺にあるので、渡りの季節には、数多い鳥が訪れる。他にも、歴史地区に指定されたところや、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された資産がある。カルフーン群は2003年に、 ボンド軍やマクーピン軍、さらにミズーリ州のワシントン軍とともにセントルイス大都市圏に追加された。アメリカ考古学センターが軍北部のカンプスビルにある。ここは地域全市先住民文化の研究の中心である。子供や成人を考古学発掘に参加させ教育の機会にしている。近年、軍庁所在地である。 ハーディン村の平均気温は1月の下市19度から7月の下市90度まで変化している。過去最低気温は1979年1月に記録された歌詞24度であり、過去最高気温は1954年7月に記録された下市116度である。月間降水量は1月の2.01インチから5月の4.10インチまで変化している。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。トランスユニオン信用保障局によれば、カルフーン軍は、クレジットカードでもローンでも、国内で唯一支払い円滞率0%の軍である。ありがとうございます。